やもうなんか緊張するとかいうよりはもうなんか開き直ってじゃないですけど、まあ、ここで負けるわけにはいかないというかそういうのもあったんで、まあ、もう何も考えず思い切ってやりました。よっしゃって感じだったんですけど、まあ、内心ちょっとほっとしたというか、はい、朝起きてからため息ばかりついて会社やがこうやバイト先。いや、そのストロングポイントはなくて困ってて、そうですね。そこいつも聞かれて困るところなんですけど、あのフィードがやっぱりあのすごく安定していて、まあ、正確にプレーできるということ、それと、スルーパスに対する反応とか、そういったところは非常に予測ができてて、非常に、そういうところが特徴だと思いますけども。毎日頑張るわ、なたへ今と生きてなるタオルだ。やっぱり、まあ、前田さんのシュートはやっぱり止めにくいですね、まず。まあ、あと山田とか、あとそれこそ小林、ダブル小林もそうですけど、普段は、まあ、おじいちゃんって呼んでるんですけど、7番の方、ダブルボランチ組まれたら結構厄介なんですよね。そのムードメーカー的なところもあるし、常に明るいし。いや、心の中で怒ってます、たまに。単純にというか、一番シンプルにやっぱりシュートをまずしっかり止めるっていうところで、やっぱりもっともっと精度を上げていきたいというか、伸ばしていきたい。内面に秘めてるものはすごく、プライドも高いし、自分は上手くなりたいという向上心もあるし、天皇杯で、プレーして、もらいましたが、非常にいいプレーだったので、まあ、チャンスがあればもっともっと使っていきたいと思う。そうですね、やっぱり J リーグに出るっていう、まあ、試合にしっかり出るっていうことが目標です。